ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。だが周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけぬ。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、趙雲たちを援護する。神明落とし、敵を止める。なんと、結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち、道を開くのだ。我が前に剣を伏した。道は開かれた。皆、私に続け。どうやら幻の将を増やしておるのはあの怪物のようだね。この怪物を全て倒せば陰影も消えるか。ならば葬るまで。うっひゃー、幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは付近の敵を抑え込まない。オーディンに近づくにはゼウスの力がいる。そして倒すには腕輪の力が欠かせない。他の者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねてな。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。我が前に切り伏した。見事、その揺さぶりは英雄と呼ぶにふさわしいぞ。幻だと分かって仲間を撃つのは辛いものだな。超ウドロもそうですか。私もつい切っ先が鈍ります。通りたき、俺を倒していけ。あの堂々とした揺さぶりに甘えたいな。その私ごときがすみません。わしと共に来ないか。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。敵浦殿、今のうちにユグドラシルのもとへ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。受けてみよう。ますます歪みが広がっている。ぜひ探し出さねば。さて、出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かう。そんなら、わしは向こうを探しちゃるわ。我が前に敬意した。見事、その揺さぶり、英雄と呼ぶにふさわしいぞ。さすがは父上、見習わせていただきます。オーディンはユグドラシルの力で守られる。そこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。さすがは神の王。父上こそ無双と言うべき存在です。ここは私が止めてみせよう。
るわけにはいかん。そんじゃ進んじゃおうかね。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。人は生を望む。運は何を望む。モーティ。ということと軍略を戦わせてみたくなったよ。仲間も真田の槍で守り抜く。前に比例をした。撤退するしかない。術者は一人ではないか。全て撃たねば結界は解けんな。誓ってきた武勇を見せてやる。ここまではうまくいっています。残りの術者も倒しましょう。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。行け。わしと人間の手でこの物語を終わらせるのだ。開けてみよう。力をやる。貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直わからないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間なぞにほだされるか。だが、やつらと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切って、ただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。バカ。この私。順調のよう。